四国地方の諸州部に位置し線の美しさと豊かな文化の融合現状所在地は徳島市寝つきはよよよく消し悠悠平方キロメートル人口は約9万人分や町が多く全体の約 80% 四国安治とは7メートルを超える山々が広がってる最高峰は剣山標高は七分九分44メートルメートル越の川が県内を流れそのルーキーの行に適した徳島平野が広がってるよアババイ知られていた中世には三越が勢力を江戸時代には愛や塩の専売によって経済的に発展した阿波踊りは毎年夏に開催観光客を引き寄せる阿波人形ジョルニとアモアレ伝統文化は今も残るベートーベンの第9交響曲がアジアで初めて演奏された地観光名所ネマモノズ所蔵屋のわら発祥坂国際美術館ネマモズ賞は世界三大潮流の一つ特に春と秋の王将の時にその迫力を楽しめる楽しめる大塚国際美術館で世界の名家を当番で原寸大に再建した作品を鑑賞2011年度の県内総生産 GDP は名目産地を32億円であり前年度比で約 50% の増加を示してます交通アクセスも便利代理大阪や岡山から車や高速バスで約2時間30分で到着徳島アパホ鳥空港への直行便もあり東京や福岡からのアクセスも濃厚